おでんに苦言。おでんは不思議な食べ物である。おでんは一家だんだんによく似合う。くつくつと煮え立つ大鍋を囲んで、子供たちに両親におじいちゃんおばあちゃん、ハフハフホフホフ、半辺がよく煮えたねえ、半辺がよく煮えたねえなんて言い合って、お互いの顔が湯気でよく見えない。ガラス戸が湯気で曇る。このぐらい一家団らんに似合う食べ物は他にないのではないかと思う一方、たった一人で、例えば木枯らし吹き込む屋台などで面白くないことがあった日に心をささくれ立たせて食べるおでんも、これはこれでまたよく似合うのである。ここはやはりおでんでなければならぬ。焼き鳥では軽すぎて絵にならぬ。水曜、目をうつろにさせ、左手で頬を支え、右手の端で湯気の立つじゃがいもなんかを邪険につつき、つついた後食べるとおいしい。おでんはこうして相反する状況に実にぴたりと似合ってしまう。ここのところを懐の深いすごいやつと見るか、いい加減で定見のないやつと見るかで評価が大いに違ってくる。目下の世論は後者の方に傾いているようだ。おでんいい加減説ははっきりとした形は取っていないが、人々の心の深層に色濃く根付いているのである。おでんの歴史は深い。その源を田楽にまで遡れば、日本最古の酒の魚と言っても差し支えないと思う。なのにおでんには定法が何一つとしてない。おでんに比べてずっと歴史の浅い寿司でさえ、まず小肌あたりから入っていって鯛などの白身を攻め、貝、煮物などに行き着き、かっぱ巻きで締めると、まあこのあたりが定法でございやすといった一応のしきたりがあるが、おでんにはこのあたりさえいまだに確立していない。こんにゃくあたりから入っていってがんもどきを攻め、袋なんかも少しいじって昆布巻きで締めると、まあこのあたりが定法でございますだ。でも何でもいい、誰かが何かを唱えるべきだったのだ。しかし今となってはもう遅い。料理としての地位も低い。料理の鍋特集の本を見ても、寄せ鍋、水炊き、石狩鍋など他の鍋物は記述がいっぱいだが、おでんはどの本もほんの数行で処理されている。決して煮立たせないと、からしは ぬるま湯で溶くぐらいの記述しかない。軽んじられていると言わねばならない。おでんとつゆの問題もいまだに解決されていない。僕はおでんのつゆが大好きなのだが、おでん屋の親父はなぜかあのつゆをきちる。おでんのつゆは実においしい。あれをたっぷりラーメンのつゆのように飲んでみたいといつも思っているのだが、親父はいつも少ししかつゆをくれない。全然くれない親父もいる。おでん屋でつみれと大根などと注文すると、そこの浅いお皿につみれと大根を盛り、それからお玉でつゆをほんの少し、いかにも美味しそうにすくっておでんの上にかけてくれる。このつゆは本当は揚げなくてもいいんだけど、特別に分けてやんだかんなという態度で、何かこう愛蔵の盆栽に水をかけてやるようなわざとらしい思い入れで重々しくかけてくれる。こっちはつい、あ、すみません、大切なものを特別に分けていただいたりしてなんて恐縮してペコペコしたりするのだが、ここで一つ皆さんとくと考えてもらいたい。あのつゆは実は正々堂々と要求できる筋合いのつゆなのではないのか。カレーライスを注文すると当然ついてくる福神漬けのように、おでんを注文すると当然ついてくるべきものなのではないか。おでん1個につき大さじ1杯とか、値段の高い袋関係は大さじ1杯半とかの決まりを、全国おでん商協同組合あたりが全国統一のすり物にして、
全国のおでん屋の店内に張り出しておくべき問題ではなかったのか。そこのところが曖昧であったばかりに、客の方はついペコペコするようになってしまったのである。今こそこの問題を明白にすべきだと思うのだが、どうだろう。だいたいおでん屋の皿が浅いのがそもそもけしからん。浅いからつゆがたくさん入らないのだ。もう少し深めのお皿にしてですよ。もう少しおつゆをですね、お玉にいっぱいとは言わないが、せめて8分目ぐらいはですよ。惜しそうな顔なんかしないでですね、少なくてすみません、そういう態度でですね、注いでくれたっていいじゃないですか。え、そうでしょ、と永年の恨みがあるから、こっちの言い方だってくどくどと陰にこもった言い方にですね、なるじゃないですか。ま、梅雨のことはこのぐらいにしておこう。どうも話がいじましくていかん。なぜこのようにおでん会は解決すべき諸問題を、まあまあいいじゃないの、と曖昧なままに放置してきたのであろうか。その元凶はすべておでん会の元老ちくわにある。ちくわは先祖が体の真ん中に穴を開けといてくれたという、ただそれだけのアイデアのおかげで、孫子の代まで一生遊んで暮らせる身分なのである。真ん中の穴、表面の焼け焦げのまだら模様、この二つを衣装登録しておいたために、ちくわ一族は先々まで安泰である。ちくわが鍋の中でも皿に盛られても、どことなく悠々とした落ち着きを見せているのはそのためなのである。ちくわ一族のこの特許のために、後発の道路線組、ごぼう巻き、イカ巻き、ウインナー巻きは開けた穴に物を詰め込むという苦しい選択を迫られた。片や穴だけ、もう片方はそこへ物を詰め込む。このコストの差は大きい。このコスト差解消のために彼らはどれほど苦しんだか。ごぼう巻きやイカ巻きが鍋の中でも皿の上でもどことなくぐったりと疲れきって見えるのはそのせいなのである。ちくわには実力はない。どのおでんの店でもちくわの注文ランクは低い。ちなみにこんにゃくや結び昆布のランクも低い。しかしこの3つはおでん界にはなくてはならない存在なのである。お皿の上にさつま揚げやごぼう巻きや豆腐や大根やがんもどきをいくら盛り上げてもおでんらしくはならない。単なる煮物の山である。しかし一皿の上に切り口斜めのちくわと三角切りのこんにゃくと黒い結び昆布の3つを盛ってみよう。皿の上は途端におでんとなる。ちくわがおでん界の元老といわれるゆえんである。